こんにちは、速稼塾の久保です。今回もミスター M さんにシャボン玉というテーマでね、動画の方を送っていただきました。ありがとうございます。このシャボン玉っていう曲なんですけども、昔ね、シャボン玉飛んだっていう風なね、ちょっと悲しい童謡を教わったことがあります。このシャボン玉っていうのは、まあ、いわゆる人の命を映してるっていう風にその時教わったんですよ。シャボン玉がフラフラっと飛んでいってパチンと割れてお亡くなりになってしまったという、その悲しさを曲に込めたというものだったんですけども、今回の長渕剛さんのシャボン玉もちょっと似たようなところがあってね。で、私たちは大人になって社会に出ていろんなシャボン玉を打ち上げるんですよ。あれをやってみよう、これをやってみよう、こんな夢があるぞ、こんな目標あるぞと。でもほとんどのシャボン玉ってのは果たせずにパチンと割れて消えていくんですよね。そして割れる直前にそのシャボン玉に私たちは自分の顔が映ることをたまにね確認するんですよ。その顔は、シャボン玉を打ち上げた時の希望に輝いた笑顔ではなくって、結構ねくたびれた憔悴した顔であることが多いんですよね。まあ、それでも私たちは新しいシャボン玉をどん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 打ち上げていくんですよ。次の一発ぐらいは当たるんじゃないか、次がうまくいくんじゃないかなということで、次から次へとシャボン玉を打ち上げていって、一つぐらいはね遠くに大空に高く上がっていくんじゃないかなっていうふうに考えていくんですけども、ミスター M さんはねきっとこのシャボン玉を、大きなシャボン玉を打ち上げたんだと思います。その時に、このね借金を完済して、新しい人生を歩み出した、それが大きなシャボン玉だったのかなと思います。まあその時のシャボン玉も私は見ることができませんけども、今回ね私はミスター M さんの大きな大きなシャボン玉を今見させてもらってます。そのシャボン玉にはなんとね私の顔も映ってるんですよね。それがガチンコマッチクラブ第1期生だと思うんですよ。このシャボン玉もしかしたらどっかで割れるかもしれませんけども、どんなね、儚いものであっても、どんなに、こう悲しいものであっても、そこにね私たちは力強さ、そして仲間たちと一緒に作り上げていくシャボン玉、登り続けていく、登り始めていくね、このシャボン玉に大きな期待を込めて、これからねどん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 膨らましていこうかなと思うわけなんですよ。そしてこのシャボン玉が儚いものではなくて、儚いっていうのは人の夢って書きますけども、大いなる夢が見れるようにね、なんか電話かかってきましたけどすいません、このねシャボン玉に大きな夢が語れるように作り上げていきたいなと思うばかりでございます。それでは動画説明欄からご覧ください。電話かかってきたってすいません。